はい。心、えー、メンテナンスの吉村隆二です。心、えー、メンテナンスはエネルギーワークをすべての人の日常に取り入れることで世界平和を目指しています。はい。というわけで、えー、ねマインドエナジーラボなんですけど、えー、と本日のテーマですねは、えー、クリアリングとはということでですね。まあ、僕あのね、このエネルギーワークを使って、 まあ、その、クリアリングっていうことをね、しているわけですよ。で、クリアリングっていうのが、まあ、僕の、だからメインの活動の、なんていうの,あのベースになっているものなので、その、そもそもじゃあ、クリアリングって一体何なのかっていうところを、あのね、ご説明していった方がいいかなということでね。まずは、じゃあ、クリアリングとは何なのか、みたいなことを、えー、今回はお話ししていきたいと思います。はい。えー、というわけでですね、えー、今回の、まあね、話のアジェンダとしては、 まずね、クリアリングっていうのはエネルギーのお掃除なんですっていうところですね、ちょっと、えー、もう少し詳しくお話ししたいと思,思います。はい。えー、で、まあ、できることできないことですよね。一体のクリアリングで何ができてで、何ができないのかっていう話と、ね、それから、まあ、どんな効果が期待できるのかみたいな、えー、こんな順番でお話をしていけたらなと思っています。はい。 えー、というわけでですね、こちらのシリーズでは、えー、潜在意識や引き寄せなど目に見えない領域についてスピリチュアルに偏り,偏りすぎないように、えー、なるべく、えー、論理的に筋道立てて解説していきますので、えー、少しでもお役に立ちそうだなと思われたらチャンネル登録と高評価お願いします。はい。ではね、えー、っとこの、ね、解説入っていきたいと思います。えー、まずですね、 このエネルギーのね、お掃除っていうことをが、まあ、クリアリングっていうふうに、あの、捉えてもらえたらいいのかなと思うんですけど、あの、こう、僕たちの、その、ね、こう、心、物事考えたりするとか、感情で感じたりとかっていうね、これが、その、僕たち心があるから、こう、何か、じゃあ、行動をするとか、人とコミュニケーション、関わってコミュニケーション取ってとかね、そこからまた何か、 協力して何かをやるとか、あるいは何かそういうね、あの、交渉をしたりとかななあの、お互いのことを表現したり伝えたり、あのね、こう、受け取ったり、そういうような、こう、エネルギーのやり取りが起きるわけですけど、この時に、そのね、えー、まあ、あの、僕たちブロックって呼んでるんですけど、心の中に、まあ、言ってみたらそのゴミみたいなものが溜まってると、その、こう、発するエネルギーが、 にこうノイズが乗ってしまうわけで,すよで、そうすると、例えばこういうことをやりたいなって思っているにもかかわらず、そのこれ怖いなとか、失敗したらどうしようとか、ね、そういうような、こうまた別の、そのこれをやろうっていうモチベーションに対して、その足を引っ張るようなものっていうのが、 こう発動することでやりたいことがやれないとか、その、ね、こう自分がこう、あの、期待するようなとかね、理想と思うような振る舞い方ができないとか、ね、あとはその猫、ね、本当はこういうふうに伝えたいって思ってるのに、相手にはどうしてもこう違う形で伝わってしまうとか、あるいはその別になんか悪気がない、なく、 言った人が言った何かが自分にとってはすごくこう悪意に満ちたもののように聞こえてそれに対して感情的に反応してしまったりとかっていうそういう問題がいろいろ起きてしまうその要はそのエネルギーのやり取りが行われる間にそのエネルギーをねじ曲げてしまったりとかねその何かこう余計な情報を付け出してしまうようなそういうこうあのまあブロックっていうものがあるわけですよ自動的に反応したりとかね 自動的に解釈をしたりとか。で、そういったものを、こう、あの、ね、改善していく。その、こう、心の中とか、潜,潜在意識の中にある、こう、ゴミとか、あの,あのこう、自動的な、あの、反応や感情の、あの、や思考とかの、その、反応のパターンですよね。そういったものを取り除いていくっていうことを、クリアリングでやってるんですね。だから、そのいらないものをこう取り除いていくんで、 まあ、エネルギー的なお掃除みたいな感じで言ってますね。だから余計な、例えば考え方の癖とか、感情の癖、あとはそのね、以前、あの、感じた古い感情なんだけど、それがちゃんと解消されてなくて、いつまでも残ってる。昔怖い思いをした、それがずっと残ってるとかね。あの、何かこう、いつも、あの、疑いの気持ちがずっと残ってるから、誰と関わってもなんか疑いの気持ちがムクムク出てきちゃうとか、そういうようなものっていうのはね、こう、 今の自分がのこう望ましいと思ってるその判断であったりとか選択だったりを邪魔してるわけですよね、そういったものは。はい。だからそういうものをこうエネルギー的に取り除くってことをしてるんですね。まあ、エネルギー的にってのは要するに、まあね、あの、こう、気候生態の人が痛みのある箇所にこう気を送ることで、その痛みを和らげるとかっていうようなことをやってるのと、大きな くくりでは同じような感じですよね。エネルギーを送って、その余計なパターンみたいなものを、こう、あのね、えー、こう、なんていうのかな、溶かして、なくしていくってことですね。で、あの、これは、じゃあ、その、ね、それで何ができるのかって言ったら、まあ、基本的には、その、このね、心メンテナンスっていうね、手法で使っている、この、えー、クリエリングツールっていうシステムを使って、クリエリングしてるものっていうのは、このエネルギー、 的なエネルギーフィールドの中の、そのね、自動的な反応のパターン。これだから、コンピューターのプログラムみたいなものですよね。なんかこう、ウイルスに感染したアプリみたいなものが入ってると、その、ね、パソコンとかスマホがこう間違った挙動をしちゃいますよね。アプリであったりとか、あとそのシステムそのものに、こう、ウイルスが入ってしまっていたりとか、とにかくその間違った挙動をさせるための、あの、させているプログラムですね。こういったものを、 こう、あの、削除するっていうことをしてるんですけど、だから、あの、こう例えば壊れちゃってるパソコンをそう、ね、パソコンのその電気的に壊れてる箇所を直すっていうことではなくて、どっちかっていうとパソコンやスマホで言えば、そのソフトウェアの部分に対してアプローチしてるんですね。だから、ハードディスク壊れちゃってるんで、ハードディスク交換する必要があるよねとか、ね、液晶画面が壊れちゃってるから、それでこう、ちゃんと、あの、 適所画面を画面が見えなくなっちゃってるんですとってなると、その画面の交換をしなきゃいけない、ねハードディスク交換しなきゃいけないっていう、これがハードウェアの部分のを直すって話なんですけど、それに近い感じで、クリアリングをすることで、その人のこう考え方とか感じ方とか物事のこう解釈の仕方選び方みたいなところのパターンっていうのをこう整えていくことはできるんですけど、 怪我を治すみたいなことにはあまり使えないですね。はい。だから、あのね、なんかこう、もうあの、骨が折れちゃいましたとかって言ったら、病院行った方がいいっていう話なんですけど、ただ、あのねこう、例えばこの心の問題でストレスがかかって、そのストレスが原因で体に症状が出るっていうことがあり得るわけですよ。ね。で、こういったことは、 結構その心のストレスの方を解消することで自然とその人のこうまあ自己治癒力みたいなものでね自然と治るってことがあるんですね。だからこれはそのこうねこのクリアリングをすることでこのクリアリングのエネルギーを送ることでその人の病気が治るって話ではないんですけどただその人がなんていうのかなその人の病気の原因がその人の心のストレスだった場合 その心のストレスの原因になっているその考え方の癖を取り除くと、結果的にストレスが下がって、それでね、自分でその作り出していたそのストレスが原因で起きてた症状っていうのは、ストレスがなくなったことでその症状がなくなるっていうことはあるんですね。だから結構そう、そういったところで、そのなんかこうね、結果的にその人が悩んでたこう症状みたいなものが、 改善するっていうことは、実は結構よくあるんですよ。なので、まあ、その、どんな効果が期待できるかっていうところでは、そのね、まずは、そのね、こう、考え方とか感じ方の癖が、あの、改善されれば、コミュニケーションの取り方が変わるし、その、人間関係とか、それから、こう、セルフイメージとかも改善するんで、それによって、こう、ストレスが減るわけですよ。 なので、まあ、ストレスが原因で起きてたいろんな症状っていうのは、その、それ、その結果自然と治るってことは結構ありますね。あの、今までの事例をいくつかこうご紹介することも,がもできるんで、ちょっと今その辺のお話をしてみようかと思うんですけど、ただこれちょっと気をつけてほしいのが、だからなんかその、この、こういう病気が治るものですって言ってるんじゃないんですよね。その人の、あの、なんていうのか、こう、ストレスが、 軽減されたことで、結果的に良くなったっていう話なんで、実際にその直してるのはその人自身なんですね。なので、このクリアリングが直したんじゃなくて、クリアリングはその人のストレスの原因を取り除いたっていう、そこをちょっと、あの、しっかり、こうね、あの、頭に。 あの留とどめておいてほしいんですけど、まあ、それによってこう、じゃあ、どういうケースが解決したかっていったら、まあ、ぎっくり腰とか、結構ね、あの、問題抱えてた人多いですよね。で、ぎっくり腰も、実は結構、そのね、あのまあ、そういう,こう腰のそういう筋肉とか骨とか神経とかの問題っていうのはもちろんあると思うんで、全部のぎっくり腰がそうだとは言う,言うわけではないんですけど、 結構、ぎっくり腰って、その、怒りの感情とかね、あの、ま、またはその怒りだけじゃなくて、こう、疑いだったりとか、憎しみだったりみたいな。とにかくこう、あの、攻撃的な感情、攻撃的な感情が溜まってる人っていうのは、あの、ぎっくり腰にあのなりやすいっていうのは、今までの、その僕の経験でいろんな人見てきて、結構ね、あの、特に怒りの感情を抱えてる人、ぎっくり腰で問題抱えてる人は、怒りの感情を抱えてることが多いなっていうのを、 が、あの、僕の経験上こを、あの、感じてるとこなんですけど、そういう人たちね、ぎっくり腰で、こうねなんなん、すごい困ってるんです、みたいな感じで来られた方たちとかは、あの、結構ね、その人たちの怒りの感情をクリアリングしたら、もうなんか15分ぐらいで、あ、立てるみたいな感じになることってけ、あの、 えっとね、本当にあの実は結構何人も見てますね。それにその僕のとこで学ばれたプラクティショナーの方たちも結構多分そういうケース多いんじゃないかと思いますね。あとは体の症状で言うと、あの、片頭痛とかね、これも原因不明で薬飲んでも全然良くならないから、一回偏頭痛が出ちゃうと、もうなんか、あの、その日はなんか何時間もずっとこう、ね、うずくまってう,うう言ってるみたいな人なんかも、そのね、こう、まあその人たちのその、 ストレスの原因ですよねお。多くの場合は人間関係が多いんですけど、親御さんとの間のね、コミュニケーションがうまく取れないとか、親御さんとうまくいってなくて、それがストレスになってるって人は結構変頭痛持ちの人多かったですね。でそういう人たちなんかは、そのね、なんかその相談内容が頭痛のことで相談に来られてるんじゃないんですけど、 そのね、親御さんとの人間関係がどうもうまくいかないんですっていう内容で相談に来られて、で、クリエリングをしたら結果的になんか、あのね、いつも必ず月に1回ぐらいひどい変頭数,数が起きてたんですけど、この半年あの一度も起きなく、起きてないですみたいなね、あのそういうケースとかも結構多かったです。はい。かそういうそのね、ストレスによって、 あの、起きてる諸症状。それから、まあ、もちろん、そのね、原因になっているような、そのコミュニケーションの問題、人間関係の問題、そういったところにかなり、あのね、えー、効果が出てる人が多いですね。もちろん、そのね、個人差あるんで、あのね、えっ、ー、と、まあ、これ、あの、誰でも必ず同じようにそうなるかっていうのをやってみないと分かんないところはあるんですけどね。あと、まあ、結構、やっぱり面白いケースだと、 そのね、こうエネルギーフィールドってその人の,その心とか、ね、潜在意識もエネルギーフィールドなんですけど例えば場所、ね、建物とか部屋とかそういうのもエネルギーフィールドを持ってて例えばそこに特定の例えば感情が溜まってしまうとそうするとそこは何て言うのかな、まあ、言ってみたらあのいつもなんかこうな何かあの焼肉をいつもやってる。 あの部屋だったら焼肉の匂いがこう染みついちゃうとかあるじゃないですか。そんな感じで、感情が場所に染みついちゃうんですよ。そうすると、そこにこう、あの、外から来た人がその部屋に入ってくると、その染みついてる感情を感じ取って、で、なんとなくその感情がその人にも伝播しちゃうみたいなことが起きるんですね。で、これはまあ感情だけじゃなくて、その思念、あのこうね思考ですね。ものを考えるみたいなところの、その思念の内容とかもそこに染みついてると、 そのねあのねあそこに来た人はその影響を受けちゃうみたいなことが起きるんですよ。なので、結構ね、そのどこにあのその人、あのなんていうのかな、こうどういう,こう傾向を持った人がそこにこういたかっていうことで、その場所の雰囲気みたいなのができちゃうことがあるんですね。で 例えばだから、いつも、あの、イライラしてる人ばっかりいるオフィスとして、この部屋使われてました。で、その会社がなんか移転したとか、あるいはなんかまね潰れちゃって、あの部屋が空きましたってなって、で、次新しい会社がこう入ってきたときに、その前の会社のイライラしたエネルギーっていうのは残ってると、結局その次に来た会社も、そのイライラを受けるようになっちゃうんですよ。 で、こんなことがあると、そのね、こう、まあ、会社の業績に問題が起きたりとか、あるいはそこのね、なんかお店とかだったら売り上げにあの影響が出たりすることもあるわけですね。だから、こういうケースなんかだと、もう本当に、あれですね、あの、まあ、本当、すごい面白いケースとしては、あの、あるね、あの <laughs>、えー、まあ、大家さん、あの、ね、こあの、土地を持ってる不動産オーナーの方ですよね、が、 まあ、そのね、こう、商業施設みたいな感じの建物を建てたんですよ。2階建ての。なんかこう、あの、横に長い感じのね、たまにあるじゃないですか。で、こう、1階2階にこう、それぞれお店みたいなのが入ってて。で、この建物を、こう、建ててから、その一番奥の北側の、こう、一角は、1階2階ともに、その、なぜか、なんか部屋が埋まらないんですよ。で、 他は全部埋まってるんですよ。お店やってるんだけど、この一番奥だけ、なんか、その <laughs>、入居者が来ないんですね。で、見に来る人はいるんですけど、ぜなんか決まらないんですよね。で、そういう、そうこうしてるうちに、建ててから10年経っちゃってたらしいんですよ。ね、だから10年、あの、こう、その建物建てて、10年間一度も、こう、誰も借りてなかった。だからもう、曰く付き物件みたいになっちゃって、余計にこう、売り出しにくいみたいな状態だったんですけど、まあ、僕、依頼受けて、 で、その場所の、あのね、エネルギーを、こう、お掃除したわけですよね。そこには、やっぱり、そのね、こう、あの、先祖代々受け継いでる土地だったんで、その先祖の方たちの、そのね、念であったりとか、感情だったりっていうのがたまったし、あと、あの実、実はね、その隣の部屋、あ,あのね、部屋っていうのかな、物件の、あの、に入ってた人、あの、お店のその店長さんみたいな人なのかななんかそこの人が、 結構なんか攻撃的なエネルギーを発してたんですよ。で、僕は、それはその現地に行ったことはないんですけど、あのー、オーナーの方から図面を見せてもらって、それで遠隔でリーディングをしていったら、その隣の部屋からすごくこうね、あの攻撃的なエネルギーが出てるっていうので、この大家さんにお話ししたら、いや、この人なんかすごい怖い人なんですよ、みたいな感じで、なんか近く通ると睨まれて怖いんですよ、みたいな話だったんで、だからその辺のも,もう全部遠隔でこうね、 その、こう、隣の部屋の人が、まあ、イライラしてる原因になってる、あの、ブロックをクリアリングして、土地に溜まってた古いね、あの、思念であったり、感情だったり、クリアリングしてっていう風にやったら、そしたらね、なん3ヶ月で、この上も下も埋まっちゃって、で、結局、なんか、こう、あの、全室、あの、入居率100%になって、あの、ね、いい感じの、<laughs> になったわけですよ。 はい。なので、まあそういうような、結構ね、あの、不動産絡みの、あの、クリアリングとかも、あの、成果出てたりとかするし、あとはね、本当に、あの、霊障みたいなね、あの、こう、マンション、このマンション、なんか、あの、いつも変な、誰もいないはずなのに、あの、変な気配がしたり、物音がするんです、みたいなので、相談。 受けて、クリアリングしたら、うん、ちゃんと静かになったりとかね。結構そういう、あの、なんかおも、いろんなことに応用がきくあの、面白いものですね、このクリアリングっていうのは。まあ、いろいろとね、あるんですけど、まあ、とにかく、そのね、やってることは、その、このエネルギーフィールド内での、その、こう、勝手な活動をしている、その自動的なプログラムであったりとか、じゃあ,あのね、思、うん、念だったり、感情だったりの残骸みたいなもの、 を、これをエネルギー的にお掃除をしてるっていう、これがクリアリングですね。はい。さてさて。ではね、えっ、ー、と、チャンネル登録、高評価、えー、よろしくお願いします。はい。で、ご質問やご感想を取り上げてほしいトピックなども、えー、コメント欄で、えー、いただければ、あのね、動画にしてきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。 で毎週月曜日の夜8時からライブ配信で公開クリエリングセッション。えー、ほぼ毎週水曜日の夜8時からゲストをお招きしてのトークライブ。ねえー、こちらがメイ、えーねえー、ンチャンネルで、その次に、えー、サブチャンネルもやってます、えー。吉村隆二のエネルギーワーク研究所ですね。それから、えー、ポッドキャストは毎週火曜日と金曜日更新でやってます。その他にもメンバー限定ライブ,ライブとか、えー、音声配信もやってます。はい。ね、詳細は。 概要欄をご覧ください。はい。では本日もご視聴ありがとうございました。